長崎県諫早市の工場団地内にある株式会社新長崎製作所。金属製品の加工技術に特化、主に発電所のボイラーの部品の設計、製作およびメンテナンスを行っている会社です。専業メーカーさんと競争するとどうしても科学的に優位な立場に立てませんので、じゃあ自分たちが何が得意なのかと考えたときに、多品種、いろんな製品ができますよ、それと一時に大量な製品が生産することができます、それと、まあ、今まででは常識では考えられない超多能機ですね。大手造船会社の下請け会社としてスタート。しかし時代の流れにより一社だけに頼っていては生き残れないと、下請けからの脱却を余儀なくされました。これを転機にビジネスチャンスをつかみます。仕事を持ってくるためにはいろんな製品に手を出さざるを得なかったんで、当初は当然自分たちに技術ない部分はありますから、それを持っている120社の企業さんと組みながら仕事を展開しているというのが実情で、ネットワークが功を奏し市場の開拓に成功。そこで次に取り組んだのが技術者の育成。従来は例えば溶接士だったら溶接だけだったんですけども、それだけじゃなくて溶接プラス組み立て技能をですねプラスして、一人の人がいろんな仕事をこなせるような多能工という人を育成していく。そうすることによってお客様のいろんなニーズに短期間でお答えできるというところが強みかなと。今ではその高い技術力が認められ、取引先は日本全国にまで広がりました。長崎の力を結集して、あるいは九州の力を結集して、日本のものづくりの強いところを生かしていけるんじゃないかな。どうしてもその人間でないとできないという部分ですね、イギリスっていうのは当然あるわけで、それに光を当てられるような会社になれるのかなと思います。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。